皆さんおはようございます。ミニマリストのたけるです。このチャンネルではミニマリスト歴10年の僕が視聴者の皆様に自由で身軽なライフスタイルをお届けする朝ラジオを発信しています。家事や片付け、移動中のお供にお聞きください。今日のオープニング映像は本日のスペシャルゲストの小野ちゃん仕様に変えてみました。いかがだったでしょうか。ラジオ番組なので対談の時も音声だけしか聞けないじゃないですか。だからオープニングの30秒くらいでスペシャルゲスト、今日は小野ちゃんですけど、ゲストの方ってどんな人なのか、どんなお部屋に住んでいて、どんな暮らしをしているのかが分かったら、きっとその後のコラボ対談でも音声だけでも話が入ってきやすいかなと思って作ってみました。結構作るの大変でしたね。でも僕自身も対談前の予習にもなるし、小野ちゃんの暮らしの理解も深まるし、作ってよかったなって思いました。ぜひ皆さんも感想を聞かせてください。ということで皆様はいかがお過ごしでしょうか。皆様の今日一日が良い一日になるように、そして一つでも悩み解決のために行動できるように、いくつかのコーナーを作りました。一つ目のコーナーは、僕やリスナーさんに起こったグッドな出来事、ニューな出来事を朝一番にシェアすることで、片付けや家事、節約、仕事のモチベーションになったり、一日のスタートを前向きに心豊かにする効果があります。もしこの一つ目のコーナー、フリートークを飛ばして本題のコラボ対談を聞きたい方は、下の方に目次、チャプターもついておりますので、本題までスキップしてください。2つ目のコーナーは、ゲストをお招きしてリスナーさんの元気が出るような、今日一日家事とか仕事とか育児、節約、貯蓄を頑張れるような対談をできればなと思っております。今日は小野ちゃんをゲストにお招きしています。今回の見どころとしては、小野ちゃんはおそらくお子様がいらっしゃるご家庭の中でトップクラスに物が少ないんじゃないかなと思うんですよね。僕が知る限り過去一少ないと思います。インスタのプロフィール、小野ちゃんのインスタのプロフィールには477個の所有物で生活していると書いてありますし、もちろんね、時々によって物の個数は変わってくると思うんですけども、めちゃくちゃ少ないですよね。子供2人いてその物量ですよ。一般的に子供2人の4人家族とかだと、物の数的には4000とか5000個あると言われてますからね。だから小野ちゃんのお宅は一般家庭の約10分の1ですよ。本当にすごい。そんな小野ちゃんがなぜミニマリスト生活を目指すようになったのか、どう片付けたらそこまで物が減るのか、子どもの持ち物はどうしているのか、どんな暮らしぶりなのか、根掘り葉掘り今日は聞いていきたいと思います。他にもぜひ皆さん、こういうコーナー作ってほしいなどリクエストがあれば、下の方にコメントリクエストください。こちら僕の簡単なプロフィールです。ご興味ありましたらぜひご覧ください。それではまず最初は今日のグッド&ニューのコーナーです。こちらのコーナーではリスナーさんや僕のグッドな出来事、ニューな出来事をシェアさせていただきます。毎朝昨日一日を振り返って、良かった体験、新しい体験を見つけることで、僕たち私たちの思考とか感情をね、前向きにして、人生の満足度が高まったり、ストレスが軽減したり、幸福度アップなどの効果が期待できます。ぜひ皆さんも昨日一日のグッド&ニュー探してみてください。まずはじめにリスナーさんのからいただいたグッド&ニューご紹介させていただきます。1歳を過ぎた娘がベッドやソファーから落ちてしまうので、思い切ってダイニングテーブルセット、ベッド2台、3人用ソファーを手放しました。
こたつテーブルだけになったリビングダイニングはめちゃくちゃ広く、娘は縦横無尽に高速ハイハイをしています。掃除も楽になり、お布団は干したり丸洗いができるようになって、鼻炎も改善しています。これからも育児しながらコツコツ捨て活していきます、というコメント、お便りですね、ありがとうございます。我が子と同い年ですかね。うちの子も今1歳ちょうど迎えた頃で、まだ立ちはしないんですけど、二足歩行もまだまだなんですけど、まあ多分もうすぐだとは思うんですけどね。ただハイハイが基本で、あとはつかまり立ちとかつかまり歩き、壁伝いに歩いたりとか、あとは最近ようやくその捕まってるところから一歩二歩ぐらいは歩けるかなっていう感じです。でも本当にそのハイハイもできるようになって、捕まり立ちもできるようになって、いろんなところに興味が向くようになったんですよ。だからいろいろ物を触ったりとか、あとはなんか台の上に登って落ちそうになったりとかも全然あるから、やっぱりなんか物が少ないミニマルな暮らしって安全だし、あとはね、今回お便りいただいたリスナーさんもおっしゃってますけども、もうね、うちの子も縦横無尽に高速でハイハイするんですよ。でいい具合にその体力も消耗されるから、結構お昼寝とか夜ぐっすり寝てくれるんですよね。ご飯もいっぱい食べるし、だから子どもの運動神経的にもいいと思うし、まあ子どもがストレス感じてるのかは分かんないけど、その溜まったストレスもね、高速ハイハイによってもう縦横無尽に家中が遊び場だから、いいストレス発散になってるんじゃないかなと思ったりしますね。でリスナーさんもおっしゃられてますけども、掃除もね当然楽になるし、あとはその物が減ると掃除が楽になって、そのホコリとかダニとかも減るから、だから鼻炎持ちの方とか、あとは肌トラブル、肌が弱い方なんかにも結構おすすめで、結構改善したっていう、物を減らしてお部屋を片付けたらお肌のトラブルとか、あとは鼻炎とかが改善した、前より良くなったっていうことはよく聞きますね。ぜひ皆さん、お子さんを、小さなお子さんをお持ちの方は特に、さらにはお肌が弱い方とか鼻炎持ちの方は、物を減らすことを、お部屋を片付けることを強く強くお勧めいたします。それでは続いて僕のグッド&ニューも簡単にご紹介させていただきます。昨日久しぶりにふとチャーハンを作ろうってなったんですよ、僕の思いつきで。で多分その手作りのチャーハンは5年以上食べてなくて、特に理由はないんですけどね。でそのチャーハンは、手作りのチャーハンは、昔家賃3万円の家に住んでた頃、超貧乏時代によく作って食べてたんですよ。で昨日作ったら、まあ、レシピとか見なくても、まあ、なんとなくの記憶でご飯作ったんですけど、まあ、なんとか作れて、で普通に美味しくて、妻も喜んでくれて、当時妻と同棲してたんですよね、まだ結婚する前ですけど。で2人とも懐かしいねって言って美味しく食べましたね。僕もなんか懐かしい気持ちにもなりましたし、なんか自然と頑張ろうって思いました、あの頃を思い出して。皆さんももしよかったら、貧乏時代によく食べていたご飯とか、あとは20代の時のそのなんか金欠の時に食べていたご飯とか食べてみてください。懐かしい記憶が蘇ってくると思うし、人によってはハングリー精神が出てきたりとかね、モチベーションが上がったりとかもするかもしれないし、あの時に比べたらまだ今甘いなと、ちょろいなと、もっと頑張んなきゃなって思う人もいるかもしれないし、あの時のようにまた頑張りたいって思う人もね、きっといるかと思います。あとは逆にあの頃に比べたらという感じで、今となってはすごい成長したな、幸せだなって思える人とかもいると思うので、まあ、そういうメリット効果とかね、あると思うので、もしよかったら金欠の時に食べていた、よく作っていたご飯食べたりとか、貧乏時代によく作っていた、食べていたご飯とか食べてみてください。ということで、昨日久しぶりにチャーハン食べて懐かしい気持ちになりましたよっていうのが僕のグッド&ニューです。続いて2つ目のコーナーは、今日のメインテーマ、ミニマリスト対談のコーナーです。今日は小野ちゃんをゲストにお招きしています。それでは
どうぞ。小野ちゃん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではまず最初に自己紹介お願いします。はい、私は小野ちゃんという名前で発信活動をしております。福岡市に住んでいて、小学校4年生と2年生の子供が2人おりまして、3人で生活しています。まあ、普段はボイシーとか YouTube、インスタで、ミニマリストですとか、自由に生きるための考え方などについて発信をしております。はい、よろしくお願いはい、よします。ろしくお願いします。そう、小野ちゃんはインスタグラムでもね、8万人、7.9万人フォロワーがいらっしゃって、 YouTube も順調に伸びてて、登録者1.6万人で、プラスボイシーもやられているということで、大人気のミニマリストさんです。ありがとうございます。おかげさまで。はい。で、実は小野ちゃんとはミニマリスト交流会で直接お会いしたことがあって、でもコラボ自体は初めてですよね。はい、初めてですね。2はい、回お会いしてますね。はい。ちょっと初めてコラボ動画撮っていくので、非常に楽しみにしておりました。よろしくお願いしはまい。す。よろしくお願いいたします。ではまず小野ちゃんには、僕の朝ラジオ恒例のグッド&ニューを最初に聞いていきたいと思うんですけど、なんかここ最近、昨日のお話でもいいですし、なんか良かったこと、ニューな体験ありましたか？はい。ちょうどいいのがあって、数日前にですね、私、YouTube を始めて3年経ったんですね、ちょうど。まあ、9月の10日、2021年の9月10日に始めたんですけれども、まあ、それでまさか3年続くとは自分でも思ってなかったので、で、今では本当皆さんのおかげさまで、何ですかね、お金も稼げるようになったりとか、ファンもたくさんついてっていうので、すごい充実しておりますという、はい、ご報告でございます。おー、はい。素晴らしいですね。すごいですね。そう。で、そのはい。3周年を迎えて、で、まあ、結構近しい日にちにね、こうやって収録させていただいて、非常に光栄でございます。本当に YouTube 始める前、よく、まあ、たけるさんも含めですね、もちろん、すごいたくさんの YouTuber の方を参考にさせていただいてたので、本当、おかげさまですということで、ありがとうございます。ははい、い。ということはい。で、今日はですね、そんな小野ちゃんに暮らし方とか家事のこと、子育てのこと、習慣のこと、ミニマリストの、まあ、生活、ライフスタイル全般、気になることを深掘っていきたいと思います。では、一番最初ちょっと聞いてみたいのは、めちゃくちゃ小野ちゃんのお部屋、物が少なくてすっきりしてるんですけど、最初の最初、物を減らして、ミニマルな暮らし、ミニマリスト生活にしようと思ったきっかけとか理由って何だったんですか？ミニマリストという人ですとか概念とかを知ったのが7年前ぐらいなんですけれども、当時産休中で、なんか佐々木文夫さんの記事で知ったんですね。それで、なんかそのミニマリストっていう存在に衝撃を受けて、さらに自分が今まで考えていたけど、なんかこう表に出せなかったこととかっていうのが、このミニマリストとちょっと重なってるっていうふうに思いまして、そこから初めて物を少しずつ減らし始めてっていうところですかね、最初は。はい。7年前というと、お一人目の産休中ってことですか？2人目ですね。2人目なんですね。はい。最初、まあ、衝撃を受けたわけじゃないですか。それはいい意味でですか？佐々木文夫さんって結構物極端に少ないですけど、割となんか女性とかだとこんなに少なくて無理じゃないって思う人も多いと思います。結構ポジティブな印象だった感じですか？そうですね。すごいって思いました。かっこいいってどっちかっていうと思ったと思います。あ、そうなんですね。そのはい。頃は、当時は今よりも全然物が多かった感じですか？そうですね。まあ割ともともとそんなに多い方ではないんですよね。女性の中ではかな、多分。多い方ではないんですが、まあ普通に減らしたりとかは一切考えたことがなかったので、ちょっとびっくりしたという感じですかね。そういうことですね。じゃあそこから、私もちょっと物減らし始めよう、もうちょっとすっきりさせたいと思って、片付けをどんどん進めていくという流れ。はい、そうですね。とりあえずやってみようっていうので、特に何も考えずにこう着手してみたら、すごい楽しくなってきたという。すごいですよね。だって 産休はい。中ですよね。まだお腹大きいですよね。あ、お腹もう出産をした後なのかな。そうです、そうです。ちょうど出産して、本当に育児がもうしんどくってっていう時だったので、すごい 楽しかったです。よくやりますよね。
大変でしたけど、逆にちょっと救われた部分もあります。すっきりして。だって我が子も今ちょうど1歳迎えたあたりですけど、まあやっぱりね、生まれてから3歳ぐらいまでは本当大変って言うじゃないですか。夜泣きもするし泣くしとか、そんな中で物を減らす体力があったのもすごいと思うし、すごいですよね。なんかどんな、なんか最初片付け始めて良かったこととか、やっぱ物減らすっていいんだって感じたこと、初期の頃どうでしたか、メリットというか。当たり前に捨てちゃいけないって思ってたんですよね。使ってないものとはいえ、その捨てることがなんか悪いことだと思ってたので、もったいないとかいう気持ちがすごい強かったので、なんかいいんだって許されたっていうのがすごい、まず最初で、で減らしていくうちに、あ、なんか楽になったっていうのがありましたかね。その楽になったっていうのは子育てとか家事とかですか？でも、小野ちゃんの中で結構常識が変わったっていうことですね、ものを減らして。そうですね。常識が変わっていきました。なんか増やすのがいいことだと思い込んでいたので、いや、減らすっていいんだ、やっていいんだっていう、すごいなんか許されたというか。でも本当、今までの人生が覆されたというか。本当に小野ちゃんの中での価値観がガラッと変わって、で、物を減らしたら、まあ、家事も育児も楽になるし、どんどん減らしていこうみたいな感じですね、そうすると。そうですね。なんか物買ってばっかりいたので、すごい辛かったんですよね、当時は。だから自分が失敗、買い物で失敗した理由とかがどんどん分かっていったので、そっか、なるほどっていう発見がありました、最初から。ありがとうございます。ちなみに、その一番最初、佐々木文夫さんという方がきっかけでミニマリストっていうライフスタイルと出会って、なんかどんな手順で片付けを進めていったとかは覚えてますか？なんかちょっと2段階っぽくなっててですね、私、佐々木文夫さんの本を読んで、一通りちょっとパッと捨てられるとこは捨てたんです。で、それから数年経って、渋さんの動画に出会って、また衝撃を受けましてですね。なので、それが4年前だから、3年ぐらい空いてますね。で、そこで、ある程度減らして少し楽にはなってたんだけど、使ってないものとかはまず最初に減らして、ある程度楽にはなってたんだけども、そこからまだいけるのかっていうのが分かって、ちょっとやってみよう、もうちょっとやってみようと思って極めていったというのがありますね。なるほど。じゃあもう一番最初佐々木文夫さんで、次第2弾が渋さんで、で、第3弾は自己流じゃないかもしれないけど、まだ生きると思って物を減らしてきたっていう感じですね。そうですね。例えば、それこそ一番最初に最初捨てたものとか、まあそれこそ本当に使ってないものからとかなのか、洋服から片付け始めたよとか、そういうのありました？そうですね。使用頻度順でいきました、私は思い返すと。なので、最初、佐々木文雄さんの本に出会った直後は、使ってないけど持ってるものたくさんあるなと思って、それを捨てていくと。で、どんどん頻度が、こう、使用頻度が低い順に捨てていったという感じで、最後はもう使うものすらちょっと着手したというところです。それは大丈夫だったんですか？使うものは捨てちゃっても。 なんか、使うもの、絶対に使うものはいるじゃないですか。スマホとかはいるんですけど、これなくても大丈夫かもしれないぐらいのレベルのものを最後やったという感じですね。なるほど。確かに使ってるけど、まあ、なくてもいいなとか、まあ、これで代用できるなってものもありますもんね。そうです、そうです。代用だったりとか、まあ、一回なしでやってみようっていうのをやったらいけたとか結構あって。なるほど。その片付け方は渋さんの時なのか、第3弾の自己流の時で実践したとか覚えてます？そうですね。ほとんどのものは渋さんで捨てたんですよね。で、その後、おそらくその後、風の民さんの動画をよく見るようになって、まあ、ラジオですとか聞くようになって、多分、そこも大きかったと思います。確 かかに、なり。もう3人ともかなり物も少ないし、まあ、持ち物一点一点こだわってますし、そういう方々の情報とか価値観をもう自分に刷り込んで、どんどん物が減っていったっていう感じですね。そうですね。その後自己流ですかね、あとは。うん、じゃあもう最初はいろんなミニマリストさんの、まあ、もう極めた方々の情報とかをちょっと参考にしつつ物を減らし、最後の最後まだいけるかもと思って、まあ、自己流で減らしていったと。
でも本当、小野ちゃんの片付け方ってすごい合理的ですよね。最初使ってないもの、でも持ってるものから減らして、はい、でそしたらもう必要なものがだんだん残ってきて、で使ってるけどなくてもいいものを減らし始めたっていうのは、すごくまあ初心者としても片付けやすい流れかなと思って。はい、そうかもしれないですね。うんうん、はい、ありがとうございます。でちょっと聞いてみたいのは、続いてお子さんが今小学校4年生と2年生でしたっけ。はい。お子様がお二人いる中で、小野ちゃんのインスタグラムのプロフィール欄には477個のもので暮らしてますっていうふうにも書いてあったんですけど、まあ、多少ちょっとね数は増えたり減ったりしてるとは思うんですが、なんかそこまで物を少なくできたのはなんかあるのかなと思って、理由というかきっかけとか。これ自分で分からなくてですね、考えたんですけど、この質問を見て分からなくて、なんでだろうってすごい考えて、でリスナーさんに聞いてみたんです、ボイシーの。そしたら小野ちゃんは必要なものも減らしていくじゃないって言われたんですよね。そこが変態的なんだよっていうところを言われて、あ、なるほどと思って、確かに使うものももうかなり使ってるものもしっかりそぎ落としていった感じがあるっていうところですね。さっき言ったその使うものまで着手していったっていうので、まあ、特にリスナーさんに言われたのはティッシュはいるだろうというふうに言われました。ほう、はい、でも持ってないってことですか今。持ってないです、最近子供が使うようで買ってはいるんですけど、まあ、それまでは何年かなかったです。へえ、あ、そうなんですね、はい、それまでは、はい、なんだろうそのトイレットペーパーとかキッチンペーパーで代用してたとかですか。あ、ティッシュってですね、私の使い方ではですね、あれだったんですよ、爪切りで切った爪を乗せるのと、ご飯を食べてる時に手を拭く、口を拭くぐらいだったので、で鼻を噛んだりっていうのを誰もしなかったんですよね。なので、な、まあ、はい、まあ、爪切りはそのままゴミ箱に捨てればいいし、爪を確かに、まあ、手や口を拭くレベルだったらおしぼりでいけるなと思って、で布巾が10枚ぐらいあったので、私その布巾をご飯食べる時におしぼりとして持って行って、これで拭いた方が綺麗に切れるし、ゴミが出ないじゃん、お金もかからないじゃんっていうので、しばらくそれで使わなかったです。そういうことですね。いや、ちょっと僕も概念変わりましたね、はい、ティッシュは。いや、やった必要なものだと思ってたけど、はい、まあ、でも確かにね、その爪切った後の爪置くとか、まあ、例えば汚れたものをね、拭き取るとかでティッシュ使ってる人もいるかもしれないけど、うん、でも人によっては、ね、はい、確かになくてもいいものだなって思いましたね。そうなんですよ、台所でもよく使ってて、なんか醤油こぼしたとかで使ってたんですけど、今は水でペッて流してからちょっと布巾で拭き取るぐらいで終わらせてます。なるほど、まあ、だからあそこまで物が減ったっていう感じなんですね。はい、その感じを全部にやりましたなるほど。その477個って数えたのは、もう常に持ち物の数を把握してるのか、たまたま何か企画かなんかで数えたっていう感じですか。ですね、持ち物リストをノートで作ってるんですね、まあ、有料ノートなんですけど、それをたまに更新していて、それでついでにカウントしてっていう感じです。今もつけてらっしゃる、それはもう終わってるんですか。あ、たまに更新するので、最後は7月か8月に更新しました。お、その時は 何個だったんですか。あ、多分インスタに書いてある数が最新だと思うので合ってます。なるほど、477個ということで、おそらく、はい、いやすごいですね。ちょっとオープニングトークの方でも話したんですけど、一般の一人暮らしの綺麗なお部屋でも1000個ぐらいあるって言われてるから、それで 3人家族、子供2人いて477個ってめちゃくちゃ少ないですよね。いや、本当すごいなと思って。やった、ね、それこそなんか、うん、ま、今の片付け基準でもいいんですけど、小野ちゃんの手放す基準と残す基準って何だったりしますか。はい、これがですね、残す基準ちょっと話すんですけど、先に絶対使うもの、さっき言った通りで絶対使うものがまずありますと、あとないと気分が下がるもの、思い出グッズ、防災グッズ、あと子供のものっていうのがあって、それ以外はもうないっていう感じです。だから残す基準だけ決まってる感じですかね。そしたらもう残すものが明確だから、はい、じゃあそれ以外はいらないから、じゃあまあそのなんだろうな、フィルターにかけた時にこぼれていくものはもう全部手放すみたいな。そうですね、はい。迷うものとかないですか。いや、これちょっと絶対に使うかなとか、なんか泣いて気分下がりそうとか、なんかその もやもやするものとか出てきません？ちょっと中途半端というか、はい、出ますそういう時はどうするんですか小野ちゃんは。で出ますね、最近もありました。
で、まあ、化粧品なんですけど、まあ、しばらく置いといて見えないところに1ヶ月2ヶ月ぐらい置いといて忘れてたらもういいっていう感じですかね。はい、なるほど。じゃあもう一応明確な基準、残す基準はある程度自分の中でのルール化はするけど、まあ、当然迷うものも出てくるから、その時は 1,2 ヶ月ちょっと様子を見てで判断するみたいな流れですね。はい、そうです。それでこそさっきの話にちょっと戻って、必要なものまで減らすっていうのは結構ミニマリストの中でも結構究極の究極じゃないですかその必要なものまで減らしたら生活不便になるじゃんとか、まあ、困りそうとかってなりそうですけど、なんかそこはどうしてそこまで極めようってなったんですか？あ、なんかその子供がまあ今いるんでちょっと無理なんですけど、いずれはその好きな時に好きな場所にいるっていう暮らしがしたくってですね、ノマドライフみたいな感じですね。旅行が好きなので、それでちょっと今は地元にいたいわとか、なんか福岡にいたいわとか、こうフラフラってしたいっていうのがあって、まあそのためっていうのもあるんですけど、あとはなんかその尖ってる人が好きなので、私何をするにもちょっとおかしいレベルの人が好きなので、それもありますかね。その2つです。確かに、なんか僕もやっぱり子供が生まれて、でもまあ旅はしたいけど、まあ子育てに集中しなきゃいけないから、ノマドはちょっと難しいなと思いつつも、いつかのために僕も身軽でしておきたいっていうのがあって、まあそんな感じですかね、小野ちゃんも。はい、そうですね。もう気分に沿ってこう動きたいなって思ってます確かに。でプラスね、あの佐々木文夫さんも渋さんも風の民さんもいい意味で尖ってるから小野ちゃんもそれに感化されたって感じですね。はい、そうです。もうよだれが出ますね、ああいうレベルの方を見ると本当に確かに、はいはい、ありがとうございます。ではでは、続いてちょっと聞いてみたいのは、まあ、今までにいろんなものを、ね、手放してこられた小野ちゃんですけども、なんかその手放してきたものの中で特にこれ手放してよかったなって思うものとかはありますか？これはあの服なんですよね。で、まあ、普段着る服のことではなくて、まあ、おしゃれをすることっていう、それですね。普段着る服プラス、そのおしゃれをするっていうのはちょっと私の中で別で、まあ、なんですかね、暮らしていくためのものプラスおしゃれをするっていう、そのおしゃれをするの方を手放したのが一番良かったです。伝わりますかね？ありがとうございます。いや非常に分かりやすいんですけど、はい、その、はい、なんか女性って結構ファッションを楽しむイメージ、生き物、僕の勝手なイメージかもしれないけど、うん、それをなぜおしゃれを手放そうと思ったんですか？はい、それがですね、私中学生の頃からすごいおしゃれに対してコンプレックスがあってですね、自分よりもおしゃれな人は自分よりも優れているというなんか思い込みが 謎にあってですね、それですごいあの人より私はダメだって思ったりとか、それを埋めるためにたくさんの服を買ったりとか、月に数万円ぐらい服を買ったりとかっていうことをずっと十何年間していて、それがすごい辛かったんです。なのでもう自分に似合う服だけ残して、あとはもう捨てる、もう冒険したりとか、あの人がみたいになりたいなっていう気持ちをもう一切捨てたという感じで、それに付随した服も捨てたという感じですかね。そういうことですね。学生時代の頃の、はい、なんかちょっとトラウマじゃないかもしれないけど、そういう経験もあり、うん、今はおしゃれすることを手放して、まあ、必要な、生きていく上で暮らしていく上で必要な服というか、まあ、似合う服だけ残したっていうことで、はい、なんか服のこだわりってありますか？例えばもうブランドは固定するとか、色は何色だけとか、そういうこだわりというか残す服のこだわりみたいな。そうですね、ありますね。一応全部黒っていう風にはベースは決めてるんですけれども、まあ、なんかたまにちょっと可愛いなって思う服があったら自分に似合えば買います。で、まあこれは色が違っても買いますっていう意味で、あとは夏だけはちょっと黒の T シャツ暑いので白 T なんですけど、基本的にはもうオールブラックで、あとはちょっとこう体型に合わせてこういうあの服を買うっていうのは結構細かく決めてますね。そういうことですね。そう、あの、はい、小野ちゃんの、まあ、この取材を機に、あの質問を考えるときに小野ちゃんの YouTube とかもね、あの拝見させてもらって、あの押し入れの上の方に突っ張り棒、短い突っ張り棒をやって、なんか服に数着かかってたじゃないですか。はい、服もすごい少ないですよね今。あ、そうですね、これ普段着がかかってなくてほとんど、1年間、季節外の服は別のところに置いてるんですけれども、あの普段着てる服が2着なので、あのもうあでもズボンは1着だ1着なので、なのであの子供服もそうなんですけど、だから収納する必要がないんですよね。あの洗濯か着用かに回ってるので、
収納場所がない、だからここに収納されている普段着は一着しかない、トップスの替えだけという感じです。すごいですね。まあそれでもね、あの自分で似合う服だけ着れるし、まあ、収納もすっきりするし、はい、いいですね。一応おしゃれはしてるはしてるけど、その人に憧れたりとか余計に装飾するのはやめたという、自分に似合う、自分がおしゃれだと思う服だけ残したというか。ありがとうございます。はい、ではでは続いての質問に行きたいと思うんですけども、まあ、今でこそ僕が思うにちょっと完成形に近いのかなと思ったりとかはするんですけど、小野ちゃんはなんかどんなお部屋が理想なのかとか、なんか何をゴールに物を減らしてきたのかみたいなのってありましたか？あ、今掲げている理想の部屋っていうのはちょっとあるんですけど、それとは別に今の部屋に至るまでにすごい憧れていた部屋は風の民さんのお部屋なんですね。で、風の民さんのルームツアーが、まあ、2つか3つぐらいあるんですけど、一番新しいお部屋がすごく好きで、ちょっと比べたら似てる部分が結構あると思います。なるほど。じゃあもう、はい、一番風の民さんのお部屋をリスペクトしつつ、情報収集しつつ、手放せるものは手放し、残すものは残しっていう感じ。はい。具体的にどの辺が良かったとかありますか、風の民さんのお部屋の。そうですね、もうとにかく徹底的に少ないところと、なんかその直置きにしているのがすごく好きだったんですよね。例えば食器棚というか、キッチンの上のこう開けた戸棚の中とか、シンクの下、例えばあとは洗面所の下にこう直置きになっている、使うものだけが直置きになっている状態がなんかちょっと感覚的ですけどすごい好きで、それをすごく憧れて真似しました。今もやってます。普通だったらね、多分その収納の中に入れるとか、はい、なんか何段か、ね、あの収納棚というか突っ張り棒で作る人とかもいますけど、もの少なかったら直置きでいけるから、そこにすごいなんか憧れたというか、すごいなって思った感じですね。そうすると、はい、そうですね、等間隔にこう綺麗に置かれてる様子がすごいちょっと、うんうん、はい、ハマりました。はい、そういうことですね。それこそ今後はこういうお部屋にしていきたいとか、はい、まだ小野ちゃんの中では今のお部屋って未完成だったりとか、何点ぐらいまで来てるのかなっていうのは興味あるんですけど。あ、そうですね、物量で言うと、まあ子供のものがコントロール効かないのでそこがちょっとあれですけど、まあでも今の生活だったらこんなもんだろうなっていうふうには思ってます。で、そのちょっと暮らしてみたい部屋っていうのがあってですね、最近思ったんですけど、あの外でご飯を食べることにすごい幸せを感じるようになって、この1年ぐらいで。ほう、外食ってことですか？はい、ですね、屋外か、外、公園とか。とか、あ、はい、なるほど。そうです。で、その風とかをこう感じられる状況でご飯を食べるだとか、ちょっとお散歩とかも含めて、とにかく外にいるのがすごい気持ちいいなっていうので、あの次住みたい部屋は、ベランダが広い家でも別に、居住スペースは別にいらない、その代わり極端ですねそうですね、いらない、もう寝れればいいので、部屋の中は寝れればいいから、外でこうなんかテラスみたいなところがあって、そこでいつもご飯を食べれるようなスペースがあるところに住みたいなって今すごい理想として考えてます。なるほど、まあ、確かに気持ちいいですもんね、外でご飯食べるのって。はい、とっても幸せです。なるほど。はい、それこそお子さんはその物が少ないお部屋に対してだったりとか、まあ、いい意味でその小野ちゃんの思考というか、お部屋に対する理想ってちょっと尖ってるじゃないですか、いい意味でも。お子さんはどう感じてるのかなっていうのは大変興味あるんですけど。はい、子供はですね、そうですね、私が物を減らし始めたのが子供が0歳2歳とか、まあ、ぐらいからなので、割とこれが普通だと思っているっていうのがまずあるんですけど、もう4年生にもなるとですね、ミニマリストっていう、こう言葉を知っていて、ちょっとなんか人とは違うみたいみたいなところまで分かっているみたいですね。なので何も言わないですね。で、実家とか人の家に行くと汚いって言ってるし、今部屋を私が綺麗にしたりすると喜んでます。そうなんですね。それこそ他のお家に遊びに行くこともあるわけじゃないですか、はい、もう小学生とかだったら、はい、なんかたくさんおもちゃがあったり絵本があったりとか、あれ欲しいこれ欲しいみたいってなりません？あんまりない方かもしれないけど、まあ普通にありますかね。それは、はい、お子さんとの、まあなんだろうな、お子さんのものもそうだし、お子さんの物欲、欲しいものと小野ちゃんはどう向き合ってますか？
ですね、基本的にはクリスマスと誕生日に、まあ、もうなんか好きなものを買ってあげるっていうのは固定にしていて、で、まあ、そうじゃない時に欲しいっていうふうに言われたら、まあ、なんでしょうね、お小遣いを父親からもらっているので、そのお小遣いで買えるんだったら、まあ、自分で買いなさいっていうのと、まあ、買えない場合は、まあ、買ってほしいっていうのを言われたら、ちょっともうちょっと考えようねって言って、それでもしつこく言ってくるようだったら、やっぱすごい欲しいのかなっていうので買ってあげるという感じです。関係なく、タイミング関係なくですね。なるほど。小野はちい。ゃん的には、まあ、もちろんね、お子さんの物欲とかはそのものはコントロールできないけど、本人としては、いや、ちょっとこのもの増えるのはって思ったりとかはしますか？あ、思います、もちろん。なるほど。そこはどうせめぎ合うというか、まあ、それはお子さんのものだし、まあ、お子さんの人生もあるから、まあ、しょうがないよねって割り切る感じですか？そうですね。あまりにもちょっと大きいものとかは、断るとか別のもので提案することもありますけど、基本的には買いますね。小野ちゃんも、まあ、今でこそ小学生のお子さんお二人いますけど、ちっちゃい頃ってどうしてましたか？おもちゃとか絵本とか、なんか2歳とか3歳4歳の時とか、これ欲しいあれ欲しいとか、大きいおもちゃが欲しいとか、結構ダダこねません？ただこねないんですよ、うちの子。不思議ですね。なんででしょう ね。そうなんですよ。なので、なんか手放しも結構やっぱ友達の話とか聞くと、一つも捨ててくれないっていう友達の子供とかもいて、今まで6歳とかで、今まで0歳から持ってるおもちゃ全部捨てられなくてあるっていう人が何人かやっぱりいて、やっぱうちの子は結構説得したら、説得じゃないですけど、なんか2個あるから1個でいいんじゃないとか、例えば言ったら、確かにそうだねみたいな感じで捨ててくれるので、ちょっと性格もやっぱりラッキーだったなっていうふうに思ってます。確かに、まあ、親の背中を見て育つじゃないかもしれないけど、自然となんかそういうマインドが身についてる可能性もありますよね、もしかしたらですけど。そうかもしれないですね。ねえ、我が子もそんな風に育ってほしい。もうはい。なんか遺伝がやっぱりでも大きいんじゃないかなって、ラッキーだったなと確か思っに。てます。ありがとうございます。ではでは続いて聞いてみたいのは、まあ、物が少ない暮らしをしていて、まあ、子育てもしていて、親にとってなんか物が少ない暮らしで良かったなって感じることってありますか？もう一番はやっぱり気持ちに余裕がすごいできたことですね。で、あんまり私表では言ってないんですけど、結構20代とか壮絶だったんですよね。まあ、借金だったりとか、まあ、離婚は30代ですけど、離婚したり借金だったり、まあ仕事もすごい転々としていて、いつまでも稼げないみたいな感じで、結構イライラしてたりとか嫉妬してたりとかっていうのがあったんですけど、まあなんか物減らしてこうやってお仕事できるようになって、すごくもう気持ちに余裕ができたっていうのが一番大きいです。ね、ただでさえ子育てってすごく大変だし、身に染みて感じますけど、でも物減らしてよかった、ちょっとはマシになったかなっていうのはあって、まあ、もちろん大変ですけどね、大変だけど減らしてよかったなって思うところがあるから、小野ちゃんも、まあ、物減らしといてよかったなって感じてるってことですね。ありがとうございます。逆になんか物が少なすぎてとか、まあ、必要なもの、まあ、代用できるものとかもなんか手放してるみたいなお話ありましたけど、わあ、これ捨てちゃったとか、困ったこと、不便なことって過去にありましたか？困ったこと多分あるんですけど、ほとんど覚えてなくてですね、1個だけ、これだけはミニマリストのちょっと欠点というかだなって思うことがあって、その嫌なこととか必要ないものとかをどんどん、こととか、あ、まあことも含めか、人間関係とか、この人に誘いには行きたくないみたいなことを普通に手放せるようになってしまって、逆に嫌なことに対しての耐性が全然なくなってしまって、すごいなんか嫌なことあったら、すごいイライラがこう高まるようになってしまいます。そこだけは。わかりますか、これ。わかる。 すごいわかりますね、ここれ、れ。あんまり言ってる人いないんですよね。確かに。小学校の入学説明会ですね。で、絶対行かなきゃいけなくって、絶対最後までいなきゃいけないのに、もう全然関係ない話しかしない、30分ぐらい。もう帰りたくて帰りたくて、もうイライラして帰れないっていう確かに。なんか分かんないけど、人にもあるのかもしれないけど、ちょっと合理的に考えて、これ必要、これ無駄みたいなのが結構はっきりするから、僕もちょっとイラッとしたりとか、いや、そんな行く意味あんのって思っちゃいますもんね、やっぱ。
はい、まあ、避けれる分がいいんですけど、避けれないこともやっぱりたまにあるので、そういう時にちょっとしんどいですね。はい。ね、お豆腐メンタルになったと僕も感じるし。まあでもそれ以上にもう何よりも99%上回ってる良さがあるので、もう全然気にならないですけど。はい。はい、ありがとうございます。ではでは、続いての質問で、お子さんをお持ちの女性の方、主婦の方、たくさん見てらっしゃるので、お子さんのもの、例えば本とか学校の教材とかは普段どうしてるのかなと思って、例えば1年前の1学年下の教材とか教科書とかノートとか、どうしてますか？終業式の日に即捨てですね。うーん。なんか連続で使うものとかもあるので、そこ気をつけつつ、3、4年とかで使ったりするものもあるので、そこ気をつけつつもうすぐ捨てますね。で、これを子供に一応聞くんですけど、いらないと言われます。うん、はい。終業式っていうと、終業式は、学期ごとでしたっけ？あ、そうですね。大体その持って帰るのが年度末が多いで、3月とかにまとめて持って帰ることが多いんですけども、絵とかもほとんどいらないと言われて捨てます。それこそ子どもの作品とかどうしてますかとか、どうしますってよく聞かれるんですけど、小野ちゃんの家ではもう子どもから別になくてもいい、飾らなくてもいいって言ってくれる感じですか？ああ、そうですね。もう小学校になった今はもう自分で管理するっていうふうにしてるんですけど、これ私も結構一番聞かれるぐらいの勢いで聞かれていて、昔からですね。はい。で、当時は子供が、まだ小さかった時ですね。保育園に行ってた時にもよく聞かれてたんですけど、ちょっと謎なのが、その質問された時に私すごい謎なのが、なんで子供の作品は子供のものなのに、親が管理する前提なんだろうっていうのがすごい不思議で、確かに。なんかそうなんですよ。なんか作品だけはその親が管理するみたいな、保管するみたいになってて、いやでも子供のものだからなって思って、子供にいるのいらないのって、いらないって言われたら捨てる、いるって言われたら、じゃあおもちゃと一緒の同じ扱いにして、あ、じゃあ遊んでくださいって言うと、そのうち壊れるんで、そしたら捨てますね。おもちゃと一緒にするっていいですね。まあ、容量っていうか収納にも、まあ、上限というか限りがあるし、溢れてきたら片付けようねとか見直そうねって親も言えますもんね。はい、それがいいと思います。すぐ壊れちゃうし、ね、もう使い倒して遊び倒してもう満足したら捨てるってやっぱなりますね。ありがとうございます。そうすると、じゃあもう今お子さんはもうだいぶ、まあ、仕上がってきてっていう表現があれか分かんないけど、 片付けとか整理整頓は割ともう自分から率先してやる感じ、もう自分でできちゃうって感じですか？あ、もう全然やらないです。あ、やんないんですね。そこはどうしてるんですか？片付けはもう全然やらなくて、たまに下の子が気が向いてやるぐらいなんですけども、本当基本的には1日でぶわって散らかるんですよね。で、前はまあ、片付けなさいよって、ご飯の前に片付けなさいとか言うようにしてたんですけど、ちょっと最近考え方が変わって、片付けたいのは子供じゃなくて私だって思ってですね、ほう。私がやることにしました。ああ、なるほど。そう、なん かはい。Vlog 見てても、なんか、小野ちゃんが片付けてるの見てて、で、お子さん結構片付けずにずっと遊んでるみたいなシーンがあっはい。て、小野ちゃんが片付けてるんですね、普段。そうですね。で、まあなんかたまに物が増えすぎて、こう整理するタイミングとかがあるんですけど、ちょっと一回一緒に片付けようかっていうふうにやるときは、これいるものから先に入れて、いらないものは捨ててとかっていうのを一緒にやったりはしますけど、まあ、その普段のこう散らかってるのを片付けて、の方の片付けては私がほとんどやってます。やなりるたほくないこど。とを、はい。やりたくないことをですね、なんかちょっと、まあ、強制させるのもあれだなって、そういえばって思って。まあ、確かに、まあ、片付けたいのは私っていうのは確かに、まあ、名言というか本質ついてるなと。 そういう意味でもやっぱり買いすぎには気をつけたいところだし、増やしすぎにも気をつけたいところですね。そうです。ありがとうございます。ではでは、続いて聞いてみたいのは、持たない暮らしによってなんか節約になったことってありますか？お金面というか金銭面で、あ、これ余裕出てきたなみたいな。いや、もうかなり減りました。本当に私はもう物欲お化けだったので、さっきも言いましたけど、服を多分月に2、3万とか平気で、多い時は6万とか買ってたので、で、しかもほとんど着ないということをやってたので、で、計算したらもう多分1ヶ月あたり10万ぐらい減ってますね。それ以外もいろいろありますけど。はい。これ大きいですよね。お子さはんい。やっぱ少なからずね、ご飯とか服とかもろもろお金かかってくる中で、その上、
昔の物欲お化けがまだいたらと思うと、そう10万円以上は生活費高かったわけですもんね。そうです、そうです。もう何も今は物欲全くなくってですね、なんか欲しいもの聞かれても思い浮かばないっていう。おお、はい、だいぶ変わったということで。はい。逆にやっぱお子さんに引っかかってくるお金、まあ、例えば洋服、まあ、成長とともに変わってくるし、まあ、何か必要ってなったら買うぐらいで、あとはまあ生活のベースとなる費用ぐらいですか、お金かかるとしたら。あと旅行ぐらいか。ああ、そうですね、だいたい今1ヶ月20万ぐらいで生活費、まあ、あんまりこう詰めてないですね、うん、外食とか、外食が結構好きなのでバンバン行っちゃうんですけど、それで20万ぐらいですかね。家賃も入れて。いや、すごいですよね、うん、だって一人暮らしですら15万20万円かかってくる方もいらっしゃるじゃないですか。2人暮らしとかでも一人各10万円っていうのも結構、まあ、きっちり節約しないと厳しいから、3人暮らしで20万円ってすごいなと思いますけどね。一番、うん、心がけたというか、まあ、もちろん物欲というか買い物もの節約もそうですけど、例えば家賃通信費とかも含めて節約は頑張った感じですか？うん、最初は結構固定費減らそうとかやったんですけども、今は全然家計簿もつけてなくて、ただ使いすぎないように、うんうんうん、上限ここ以上使わないようにしてるっていうだけで、もう何もしないで本当物を減らしたのが良かったっていう。まあでも確かにありますよね。はい、うん、生活費も自然と減ってくし、むしろ家計簿つけることもちょっと面倒くさいというか、まあ、つけなくても生活費そんな変わらんしみたいな。はい、そうですね、うんうん、あとはもうね、はい、仕事とかやりたいことに集中できたりしますからね。はい、はい、ありがとうございます、はい、ではでは続いて、はい、今小野ちゃんは普段なんかどんな風に一日を過ごしてるのかなと思っておりまして、まあ、一応 Vlog で予習はさせてはいただいたんですけど、なんか朝起きてから夜寝るまでどんなことをしてるのかなっていうのはありますか？はい、子供が家を8時に出るので、まあ、ちょっとギリギリですけど7時半に起きますね。7時半に起きて、で子供が出て行ったら、まあ、少し家事をして、8時半から毎日生放送してるので、8時半から、まあ、最大10時半までやります。2時間やって、まあ、たまにお昼ぐらいになることもあります。でそれをやりながら家事をして、でその後、まあ、ご飯を食べるなり、あと、まあ、編集だったりとか撮影だったりとか、まあ、いろいろお仕事とかやらなきゃいけないことをやって、夕方ぐらいに、まあ、晩ご飯の支度をしだすで、そこから、まあ、ご飯を食べるのはだいたい6時ぐらいで、お風呂がだいたい7時から、まあ、ちょっとなかなかめんどくさいぞってなっても頑張って9時までには入って、で寝るのが早くて10時ですけど遅くて12時とかですね。だいたいざっくりそんな感じです。でもすごいシンプルですね。なんか今のお話聞く感じだとベースとしてはなんか家事をしながら、まあ、お仕事してって感じですね、はい、もうほんとシンプルっていう。はい、毎日そんな感じです。なるほど。一番小野ちゃんが大事にしてる習慣というか、はい、っていうのあったりしますか？あ、そうですね、その最近すごい気をつけてることが、スマホを22時以降見ないっていうところですかね。おー。ところをすごい気をつけてから変わってですね。へえ。はい。なんか、いつまでも寝る直前までこうスマホを見ていて、なんか、すごい時間を無駄にしてるなって。はい。わかります。はい。ですよね。ショート動画無限に見ちゃうっていうのやっぱりやってたので、うん、本当いよいよちょっと、何ですかね、この、なんだっけ、地方症みたいな状態になるっていうのをちょっと見まして、ちょっと前に。へなんか前頭葉が、前頭葉の動きをこう見たときに、忘れちゃったんですけど、なんかちょっと司法省と同じ状態になるんです、前頭葉が。で、なんかその記憶力が低下したり、集中力が低下したり、本当にもう司法省みたいに物忘れが結構激しくなったりとかっていうことが起こるらしいんですよね。っていうのを見て、うわ、これはやばいと思って、ちょっといよいよ始めたんですけど、すごいこれで熟睡できるようになりました。確かに、はい、スマホ触るともう脳が興奮状態になるから寝つきが悪いっていう人もね、はい、中にはいらっしゃるから、まあ、デジタルデトックスなのか、まあ、夜スマホを遠ざけるっていうのも大事そうですね。はい、そうですね。あともう無意識にショート動画見たりインスタ何回も開いたりしちゃうのも最近ちょっと気をつけてます。なるほど、普段からね大事ですもんね、はいはい、
はい、ありがとうございます。普段例えばお仕事やらない日とか、まあ、お子さんが学校休みの日とか、なんか遊ぶようなことというか趣味だったりとか、なんかどんな風に子どもたちと遊ぶのかなっていうのもすごく興味があって、はい、ご自身はまず趣味とかってありますか？趣味がこれと言ってないんですけど、多分旅行でが趣味なんだろうな、うんうんうん、これはって思ってるんです。なんかこう家でやるような趣味とかはないんですけど、まあ、結構旅行が好きですね、まあ、夢ですね、うん、こうたくさん旅行するのが、海外旅行とかするのが夢なので、うんうんうん、まあ、月に1回ぐらいはこう軽く遠出したりとか、うん、結構しっかり遠くに行ったりもするんですけど、まあ、それが一番ですかね。で、休みの日は、はい。で、土日はどっちか必ず出かけるようにしてます、あと。へぇ、それはどこか近所のというか、まあ、その、あのお住まいのところの、まあ、観光スポットじゃないかもしれない、レジャー施設というか、そういうところに行くみたいな感じですか？まあいろいろですね、そういう時もあるし、まあただ買い物に行く時もあるし、公園に行く時もあるしっていうのでですね、うんうんうん、はい、車をなんかこうなんだタイムズカーとかでカーシェア借りて、この間1週間前は海に行きました。なんかそんな日もあります。おー、いいですね、はい、そう、車も持ってないってことですね、そうすると普段。あ、そうですね、福岡に引っ越してくる時に手放しました。じゃあ基本普段の生活を回すためには徒歩で生活できるって感じですか？はい、そうですね、結構便利なので徒歩、バス、地下鉄、電車というふうには福岡市はいっぱい手段があるので全然困らないです。はい、僕も何度か行ったことはあるんですけど、本当都心って感じですよね。いろいろあって便利、飛行場も近くだったし、電車もある、で車輪子のレンタルもあるしみたいな、結構車なくても生活できるなと思いましたね。はい、そうですね、自転車もあるし、原付のレンタルとかもあって、あ、へえ進んでますね。あんま東京とかでは見なかったですけど、はい、うん、原付のレンタルもあるんですね。そうなんですね、むしろ東京にないのかってびっくりでした。あ、僕が知らないだけかもしれないけど、はい、でも、うん、あるのかな、うん、自転車のレンタルはちらほら、まあ、見られたけど、原付はちょっと見たことないですね。うん、面白いですね。あるんですよ、まあ、使ったことはないんですけど、はい、うんうんうん、面白いなと、はい、ありがとうございます。ではでは、続いてちょっと聞いてみたいことはですね、普段、お子様の、まあ、育児だったりとか、まあ、家事もされていて、でお仕事もされていて、まあ、僕も昨年子供が生まれて、結構世の中のお母さんすごいなってもう本当に身に染みて感じるんですけど、その小野ちゃんがタフになれる理由というか、毎日頑張れる秘訣はあるのかなと思いまして。家事に関しては結構、まあ、ミニマリストになってこう物減らしたりとか、やること減らしたりっていう風なことを結構その家事のところ方面でもやったので、まあ大体の家事が5分とかで終わるのであんまりストレスないんですよね。で、片付けることはもともと好きなので割とスムーズにやっちゃうんですけど、仕事に関してがその苦手なことをやらないところをすごい気をつけていて、なんですかね、例えば音声配信とか動画編集とか、まあ、例えば記事を書くとかっていろんな、発信方法ってありますけど、まあ、私喋るのが結構好きなので一番そのボイシーとかに時間をかけてる、 できるだけその文字を書くのはすごい苦手だからなるべくやらないっていうふうにこうするとすごいまあ、無意識に頑張れちゃうというか楽しめちゃうっていう感じで、あんまりモチベーションいらないっていう感じで。じゃあもう自分の好きなこと、はい、得意なことに集中するっていうのが結構小野ちゃん流みたいな感じですね。はいはい、自然と頑張れるというか、そうです、もう苦手なことはやらない、なるほど、はい、育児に関してはやっぱりそうは言っても疲れたりとかしんどい時はありますか？あ、まあ大きくなったんで結構なくなってたんですけど、いいですね。まあたまにちょっとやっぱこう年齢が上がってくると精神的に疲れるみたいなことの方が増えますかね。なんか学校ですごいことやってきたとか、ほうなんでしょうね、すごい先生と揉めてるとか、なんかそういうのは増えます。で、小さい時は割と体力的に奪われるっていう方が、あ、わかる、はい、多かったんですけど、小学校に上がった途端こうそっちがすごい大変になりましたね。なるほど、まあ確かにそうなってくんでしょうね、はい、きっとね。はい、で中学校に上がると多分もっとやばい、思春期とかになってくるので、いやそうですよね、、はい、確かに大変。
だろうなって思ってますけど、はい、そっか。ちなみにその小野ちゃんが、はい、まあ、疲れた時とか、まあ、リフレッシュしたい時とかもきっとあると思うんですけど、そんな時はなんかどう立ち回ってるというか、どうリフレッシュしてますか、気分転換というか。気をつけてるのが、そのあんまりこう、そのなんか、まあ、ストレスが溜まった時って言ったら大体こう落ち込んだりとか、まあ、辛いだったりとかっていう気持ちだと思うんですけど、その気持ちをあんまり無視しないようにしていて、落ち込みたかったらとことん落ち込むとか、もうやりたくなかったらやらないとか、もう自分のこう気持ち、やりたいままにもそこも流されて、もう徹底的に何もしないとか、まあ、ウーバーイーツするとか、食べたかったら食べるみたいな感じでガッと向き合うんです。そしたら割と早いなって自分は思います。泣きたかったら泣くとか。へでも確かにね、あのそっちの方が早く、なんだろうな、リフレッシュできるというか、気分転換になりそうだなって思いましたね。はい、まあ、向いてる人はいいと思います、うんうん、はい、ありがとうございます、うん、ではでは、そろそろお時間が来ますので、はい、最後の最後、まあ、例えばご自身の小野ちゃんの SNS どんな人に見てもらいたいとか、まあ、今後の目標とか、まあ、こういうこと頑張っていきたいとかありましたら、最後ちょっとメッセージをいただきまして終わろうかと思います。ですね、私の配信ですね、結構自分と似てる人がすごい救われてるっていうのがありまして、特に音声配信なんですけれども、私過去他人にすごい振り回されて自分らしく生きられてなかったんですね。なので結構人の目を気にしてしまうだとか、まあ、もっと自由に生きたいのにって思ってる方にはすごい合うのではないかなと思ってますので、そういう方にぜひおすすめです。ありがとうございます。あとはなんか直近の目標だったり、はい、こういうこと頑張っていきたい、まあ、それこそ SNS のことでもいいし、プライベート面でこういうの今年やっていきたいんだよねみたいなのってあったりしますか？そうですね、一生ちょっと自分の力でお仕事をしていきたいなって思ってるので、そろそろ本を出さないとやばいというふうに思ってますので、はい、ちょっと今日もその話を対談とかしてたんですけど、まあ、そろそろちょっとそっちに考えていこうかなと思ってますので、もう来年あたりにちょっと出せるようにしたいです。ちなみにそのどんな本書いてみたいとかはありますか、自分の中で。いや、それがですね、今日もそのボイシーで話してたんですけど、ありすぎて、その何から言ったらいいんだっていう、どういう視点でこう言ったらいいのかなっていうのがちょっと決まってなくてですね、でもとりあえずその、なんでしょうね、自分がすごい昔辛かったことで、今すごく楽しく生きてることっていうこのギャップがあるので、ここをちょっと最初になんか出したら面白いのかなっていうふうには思ってます。夜逃げしたりとか、すいません。なるほど。あ、でも言っていいのか、はい、うん、でもやっぱギャップというか、はい、確かにそれも大事ですね。僕も一冊目はやっぱりどん底からなんか這い上がったというか、人生変わった、うん、まあ、それこそミニマリストっていうライフスタイルであって変わったことを僕は題材にしたら、はい、すごくご好評だったので、結構そういう人生変わったきっかけというか事柄を書くとやっぱ響く人は響きますもんね。はい、まず一冊目はそれかなと、うん、そうですね、ちょっと僕もぜひ楽しみにしております。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで今日は小野ちゃんをゲストにお招きしました。小野ちゃんの SNS のリンクは概要欄に貼ってありますので、ぜひリスナーの皆さんご覧ください。改めて小野ちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今日の朝ラジオはいかがだったでしょうか。何か参考になったことがあれば一つでも実践してみてください。最後のお知らせです。この朝ラジオでは皆様からのリクエスト、こんなテーマを話してほしいとか、〇〇さんと対談してほしいなど、どしどし受け付けております。そして今回の動画が良かったと感じた方がいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録してくださいますと、僕の発信のモチベーションになりますので、どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。良い一日を。